日本からおよそ1万キロ離れたフランスから一つの荷物が神戸に向けて送られようとしている。パリのファッション界で常に洗練されたモードを提案し続け、世界から天才と称えられるクリスチャン・ラクロワ。昨年彼がデザインした衣装には日本円にしておよそ29億4600万円が支払われた。ラクロワとはどのような人物なのか、彼が求める美しさの本流とは。世界を魅了する天才デザイナーのドレスが今回神戸コレクションのフィナーレを飾る。Tradition of trend-setting fashion and a breeze that brings an air of ladylike style and grace. It's the glittering city on the bay. Strong, yet beautiful and soft. A lovely place where a woman can feel the way a woman should feel. The gorgeous city of Kobe.神戸コレクション2008 Spring Summer。 今回ラクロワの衣装をまといランウェイを歩くのは、神戸コレクションが選考した今一番輝いている女性11人。雑誌セブンティーンのモデルとしてデビューした女優北川景子、雑誌ビビのモデルで人気上昇中の藤井里奈、モデル女優など多方面で活躍加藤夏希。2003年国民的美少女コンテストモデル部門賞を獲得、浦浜アリサ。雑誌 JJ の表紙を飾る有村美希。パリコレでもデビューを果たした吉川ひなの。コークレでデビュー、韓国出身で雑誌オッジーのモデルヨンガ。 OL から転身したカリスマモデル田波涼子。雑誌ミスクラッシーのモデル、ブラジル出身のリナ。今最も人気のあるモデルの一人である長谷川純。この10人の女性が世界最高峰ラクロワのドレスをまとうモデルたち。あまりキャーって言われなかったからどうしようって思いました。大丈夫でした？大丈夫です。あ、じゃあよかったです。安心しました。最も華やかなフィナーレの幕が開く。クリスチャン・ラクロワ。世界が称賛するクリスチャン・ラクロワのドレスを身にまとい、今一番輝いている11人のモデルが神戸コレクションのランウェイを歩く。
we present to you a very special guest. Kobe Collection, the biggest fashion gathering in Japan, welcomes Makiko Esu.私らしくとにかく笑顔を大切にラクロワさんがおっしゃったように心に留めて歩かせていただきました。遠いフランスと日本ではあるんですが、なんかこう更新できたような気がします。はい、ありがとうございました。お疲れ様でした。美しさの本流をテーマに開催された2008スプリングサマー、新たな聖地神戸ワールド記念ホールに9000人の観客を集め、大盛況のうちに幕を閉じた。神戸コレクションは美しさの本流をこれまでも、そしてこれからも刻み続ける。この番組は資生堂 CP エージェントとご覧のスポンサーの提供でお送りしました。